こんばんは、マーヤです。さあ本日は XCOM2 やっていきたいと思います。前回、前々回ですね、シェンズラストギフトのミッションやね、あれでさ、セクトポットにフルボッコされちゃってね、こんなもんやってられるかってことで、もうちょっと投げたんですけど、また初めからやり直しました。で、シェンズラストギフトに出撃する前の状態までね、復元することができた。復元というかね、まあやり直しただけなんですけれどもね。ってことでね、またね、そこからやっていきたいと思います。まあシェンズラストギフトはまだ発生してないんでね。発生したら、まあしばらく置いといて、まあ、様子見てね、また行きたいと思いますけどね。あれちょっとまあ、あのミッション面白くないからな。あんま動画に撮りたくないんやけど。ちょっとね、また考えていきたいと思います。で、今回は、またね、ちょっと兵士が変わっちゃってるんで、紹介だけしていきたいと思います。さあ、ナーバー公編。マーヤの彼女ですね。彼女が、技術兵。彼女ね、ちょっともうメディックでやっていこうかなと思います。はい。で、次が、さあ、タイタン人のジャラーニ・バロイ。ですね、今回はスナイパーでやっていきたいと思いますが、これね、新しい武器なんかもらったんですよ。これね、ちょっとこんなん初めて見たんですけど、シャドウキーパー、これ DLC の武器なんですね。ちょっと初めて見てちょっと使ったことないんですけど、とりあえずね装備させました。でピストルなんやけど、シャドウフォール、必ず命中するピストル攻撃、ターゲットを倒した場合攻撃したものは潜伏状態になるというね。これは恐ろしく強いな、シャドウキーパー。これね、持たせております。さあ、次行きましょう。さあ、次、ノラですね。あ、ノラもね、また今回登場してさ、またね、遊撃兵。というか、ノラ遊撃兵ばっかりなんよ。いいですね。さあ、で、これ、あ、これ、あ、このアックスね。これもさ、ハンターズアックス。これも DLC 武器ですね、これ。遊撃兵はアックスを2つ装備することで通常の剣と同等の近接攻撃を行える。片方を敵に投げつけ瞬時にダメージを与えることができるということでね、投げれるんすよね。こんなもん投げるんやったらこれで撃てよって感じなんですけど、まあまあちょっと使ったことないんでね、使っていきたいと思います。次ね、ボバフェットがまた登場しましたけど、今回はグレネード兵で、育てていこうと思います。安定のボバフェットですね。で、続いて、これ、新しいキャラですよ。ちょっとね、このキャラ、育てていこうと思います。ちょっと、フォールアウトチックなね、感じの見た目で、ウェイストランド、ナット・ブルックスというね、まあ、そういう名前を授けました。でね、これもね、新しい武器ですよ、これ。これも DLC 武器で、ボルトキャスター。これもね、使ったことないんですが、高い命中精度を誇るボルトキャスターは、通常のアサルトライフルより強力だ。一撃ごとに敵をスタンさせる可能性があり、回避することはできない。そうなんや。っていうね。そういう武器なんですけど、ただ欠点として、これね、弾倉サイズが1なんですよね。なので、一発撃つごとにリロードが必要という感じなので、あれですね。なので、まあ、リロードしてから射撃することはできるんで、毎ターンね、射撃することはできるんやけど、ただ移動しちゃうとね、撃てなくなっちゃうんよね。だから、ある程度、立ち回りがね、ちょっと難しくなってくるといった、そんな感じですね。あらかじめどこに置くか決めて、その上で射撃するという感じにしとかないと、1ターンね、無駄にしちゃうんでね。まあ、そういう感じです。まあ、かっこいいね、これ。このフォールアウトかっこいいね、これ。で、彼が技術兵。彼はね、コンバットハッカーで育てていきましょう。さあ、今ね、登場してるキャラクターというのはこの5人ですね。ナバー、ボバフェット、ノラ、ジャラーニ、ナットブルックス。この5人ですね。はい、やっていきましょう。さあ、行きましょう。ではね、今日はね、この報復ミッションが発生しました。初めての報復ミッションということで、やっていきたいと思います。もう早速行きましょうかね。ポチッと。さあ来たぜ。まあ装備はまあこのままでいいかな。あ、かっこいいね、この新キャラクター。ちょっとね、この彼もね、いろいろと設定決めていきたいんですけどね、とりあえず行きましょう。もう速攻で死んじゃう可能性もあるからね。でちょっと装備の方をどうしようかな。フラッシュグレネードがあるんよね。誰に持たせようか。ナバーに持たせようか。ナバーを、あ、フロストオーブン、あ、こんなんもあんねや。
っと待って、これね、これも新しい武器ですね。フロストボムは爆発範囲に存在する全てのユニットを凍結状態にし、1ターンの間行動できなくする。うわ、これめっちゃ強いやん。これフロストボムの爆発範囲は通常のフラググレネードより狭いってことで、うわ、これ強いな。ていうかさ、これあったらさ、フラッシュグレネードいらんのちゃう？一応フラッシュも持たせるか、ノラに持たせようか。ノラに一応ね、フラッシュグレネード持たしとこう。さ、この感じでいきましょうかね。これフロストボム、これやばいね。めちゃめちゃ強いね、これ。はい、ってことでね、いきましょう。Menace 1-5, hostile forces are attacking the outpost. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Advent came in hot and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this one. よし、行きましょう。こっちの方に向かっていけばいいかな。でね、いつもの報復ミッションですけども、エイリアンの攻撃部隊を無力化する。そしてエイリアンの支柱から民間人6名以上を救出するというね、これが民間人ですね。この民間人を救出していかなければならない。で、エイリアンはね、どんどんこの民間人を襲ってくるんで、ちょっとね、急ぎ目に行かないとまずいぞみたいな、そんな感じです。まあとりあえず行きましょうか。コピーだ。うん、やっぱね、 XCOM2 面白いね。うん、ちょっとね、イライラさせられる展開も多いけどな。やっぱでも安定して面白いね。うん、まあ個人的なことを言えば、前作のエネミーアンノーンの方がね、まあ面白いっちゃ面白いけどね。ただね、この XCOM 2は2でね、また、うん、別ゲームとしてね、面白い。なんか来る？XCOM 2の方が、あ、ちゃうわ。XCOM エネミーアンノーンの方が面白いっていうと、ちょっとね、語弊があるかもしれんけど、そのやっぱ初めてやった時の感動っていうのはね、うん、エネミーアンノーンの方がね、大きいよね。うん、I got it. 結局、その、ちょっと喋りながら出てるな。やばいな。やっぱ感動、初めの感動はやっぱね、前作ですね。で、今作はね、キャラのカスタマイズがかなり豊富なんでね、面白いんやけど、うん、ちょっとね、なんか理不尽な難易度がね、ちょっとね、イラッてする時があるから、まあまあ言うてもね、これモッドがね、すごい充実してるんで、かなり面白いですね、やっぱ。ってことでね、XCOM2 これからも続けるぞってことでね、やっていきたいと思います。いきましょう。さあさあ、敵が来たんよね。大丈夫？何があるの？あ、フロストボムか。これ1個しかないねんな。あれ何回も使えるの？これ1個だけやんな、これ。よし、じゃあまずね、この、どうしよう、どういう風にやっていこうかな。これ、ノラのこれさ、アックス投擲。これちょっと投げてみる？ここまで行こう。ただ、ノラ潜伏状態やから、これがさ、79%。ああ、大したことねえな。うん。ってことでどうしよう。これちょっとジャラーニでさ。あ、そうか。ああ。どうしよう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 。とりあえずグレネード投げとこう。ね。ここまで出て。コピーだ。これね。両方入る。あ、入るね。入るけど、これ車爆発した。これやばいよね。ギリギリんとこでさ、これ。ここでいけるかな。これで行きましょう。これで車に当たれへんでしょ。頼むで。よっしゃ。イージーイージー、ベリーイージーやで。さあ、どうしようかな。
もうこれ射撃で倒せるんちゃうんかな。 53% か。もしくはノラのスラッシュ、まあ、セクトイドはねスラッシュに弱いから。あ、そうかそうか、入ってないんやな、車線通ってないから。ノラはねちょっとこれ潜伏状態で置いときましょう。でナバ、これあわよくば当たるよね。これ当ててもらおう。何パー ?53% やから当たるよ。頼むぜ。うん、ナイス、ナイス、ナイス。オッケー。で、ここまで出そう。いけるよね?大丈夫よね?オッケー、オッケー。はい、逃げなさい、逃げなさい。よし。で、ノラが潜伏状態なんで、ちょっとね、一旦ここまで出すか。危ないな、危ない危ない。うん、こっち側にいてるんか。うわ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 、こっち向けやな。うわ爆発した。うわうわうわ、うん、なので、ノラをさ、まず、これちょっともう嫌やな。なんかこれ燃えてんのすごい嫌やな。ここまで行っていいんかな。なんかこれカメラの動きおかしいぞ。ここまで行くか。大丈夫?やばいかな。ちょっと行って、青色やから、まあいいか、行ってみよう。オッケーオッケー。入らない。うん。I got it. Finally.じゃあノラ もうカメラの動きおかしいな。 OKOKOK 出ませんね。ちょっと前進させようか。じゃあ、あ、どうだ、どうやどうじゃ。うん、やばいな、どんどん殺されていくぞ。ちょっと黙れお前、セントラル黙れ。もう毎回毎回同じことをさ、ガミガミ言わんでいいよ。こいつさっきちょっと救っときますね。ここで OK、 入らんね。あ、入っちゃった、やっちゃったな。まあいいけど、よし。じゃあ、これつ、あ、スナイパーいてるからさ、シャドウフォール。これよね、100% 当たるんよ。ダメージ 2,3 でね。ピストル射撃でね。で、スナイパーライフルやと 55%。ちょっと使い物ならんな。どうしよう。とどめに使おうかね。ここでもう一発撃っとこうかな、これ。入る?両方入るんやったら、入らんね。ここオフィサーがいてるから、どうしよう。車線が通ってないんよ。ここまで行くか、ノラをね。で、扉開けよう。これでみんな車線通るでしょう。これでノラの車線が通った。33%。うん。ここになんか爆発物があるね。どこ?どこにあんの?よっしゃ。ちょっとカメラの動きが、どうしようこれ。あれ、なんかモッドが消えてもうたの、なぜだ。まあいいか。このウェスティのさ、ウェスティをここまで出して、これね、撃ちましょうか。これ、ボルトキャスター、これね、 64% 当たる。これターゲットを撃つ。回避することはできない。回避することはできないってどういうことかな。ちょっと撃ってみようか。ちょっと使ったことないんで撃ってみますね。わあわあわあ、かっこいいな。めちゃめちゃかっこいいな。で、一発でなくなっちゃうというね。そういう感じやな。ここさ、あ、アックス投擲。これもちょっと使ってみようかな。これ、あ、これ何パーこれ。あ、これ違うか。こっちがこっちか。51% ね。51% しか出へんのか。ちょっと微妙やな。ちょっと撃ってみる?ほい。うわうわうわ。なんじゃそれ。
ああそうかさ、バレてもうたしかもな。まあまあいいか。ここね、ここまで出そうか。車線通さないとね、どうしようもねえな。でシャドウホールで、あ、車線通ってないや。これ撃ったら爆発してダメージ入らんかな。ちょっとやってみようか。お、入った入った入った。オッケーオッケーオッケー。よし、あと1ポイントや。オッケー。でここでさ、あれ、ノラもう一発撃てんの？なんで？ノラもう一発撃てるよ。なんで？さっきのアックスは行動値入ってない？あ、もう一発いけんねや。あ、なるほどね。あ、これは強いわ。あのアックス投げてからもう一回行動できるんやね。よっしゃ。オッケー、来たー。あはは、これは、いいね。これはいいね。うん、さ、ちょっとじゃあ、ここまでで行こうか。あ、ちょっと動かん方がいいね。うん。Roger。You go on ahead. Hold this position.ほらほら、来るぜ。あ、撃たれる撃たれる。あ、そこにセクトイドがいてるね。でさ、ここフェイスレスが潜んでるから、それをちょっと気をつけないとダメねって感じでしょ。これがフェイスレスとかやめてね。とりあえず救っとく。これ Roger. This way. OKOKOK。 前進させる。ちょっと行くか。 With pleasureこの辺まで行っても大丈夫ね。ちょっとリロードしとこう。あ、こ、あ、この、あ、あ、これがフェイスです、もしかして。うわうわうわ。そんなとこから出てこられたらどうするよ、これ。あ、来たね、この。ブヨブヨマン。うわ、なんか、こんな体力多かったっけ。うわうわうわ、こっちも。なんでそんな出てくる方すんの。なんじゃ、うわ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 。頼む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 ぜ。当てて当てて当てて。ナイス。オッケー、ナイス。さあ、これで倒してくれたら楽やぞ。外れた。たださ、これはピストルで撃ったらもう確実に倒せるね。ほら。で、フェイスレスどうするよ。うわうわ、くわー、こいつちょっとやばいぞ。まあ。おいお、攻撃すんだよ。攻撃すんなよ。おいおい、なんでやねん、なんでやねん。うっそん、ちょっと待てよ。なんでやねん。こっちのターンちゃうんか。はぁ、やってくれたな、この野郎。まあまあいいでしょう。フロストボムあるやっても、ちょっとこれ入院せなあかんからな、またちょっときついな。うん、じゃあこれで打ちましょう。これ 100% 当たるよ。これでちょっと打ってみましょうか。パスッと。当たった。これでスタンできるん。スタンしないな。なんかスタンするって書いてたけど、全然スタンしてないよ。まあいいけどさ。セクトイドいてるから、どうしようかな。とりあえずノラを、こっちのカバーまで入れて、こっちでちょっと射撃しよう。100% で倒せるか。よっしゃ、ナイス。ちょっとノラがね、攻撃食らっちゃったからちょっときついな。で、どうしよう。ここまで出すか。あ、ここにいてるんか。なので、ここでもうさ、倒しちゃう、これ。あと一発なんよね、これ。で、セクトイドがどこや。どこ行った、セクトイド。こいつ、とりあえずちょっとじゃあ、撃っとこうか、これね。よっしゃ。なんかちょっとカメラの動きがおかしい。どうしよう。ここでさ、もう遮蔽物壊したから 75% 倒してお願い。 OK。 さあ、あとはここ車線通ってないんがちょっと残念やな。ここまで出すかな。あ、そうかそうか。もうでもあのセクトイドあんま体力なかったんよね。なのでここまで出て、これピストルで、あ、これで倒せるか、グレネードで。あ、これでいけるわ。よし、
OK。Menace 1-5, status confirmed. We're not picking up any additional contacts. The AO is clear. めちゃめちゃイージーやったな。Status confirmed. Mission accomplished. ただちょっとノラがまた入院ですよこれ。めっちゃ笑ってるけど、20日ぐらい入院するでしょこれまた。Not a single casualty reported, Commander.I hope all of our deployments go this well. うん、なんとか12日で済んだね。まあ、12日やったら1回出撃できないぐらいでなんとかいけるかな。はい、ちょっと昇進見ていきましょうか。ノーラーがスカウト系で取っていってるんで、シャドウストライク潜伏状態で敵を攻撃する際の命中率ボーナス 25%、 クリティカルヒット率ボーナス 25% で忍び足ね。うんうん、これはねもうシャドウストライクで行くぜ。 OK ちょっとゆっくり休んでね、うん、さあ、さらにこの新兵の、あ新兵じゃねえか、技術兵やな彼が、戦闘プロトコルね、コンバットハッカーで行きましょう。 OK なかなか順調にいってますね。うん、ちょっと遊撃兵もう一人と、あとねグレネード兵ね、もう一人ちょっとねストックしときたいですね。はい、そんな感じでねストーリーの方また再開しましたので、ぼちぼちやっていきましょう、うん、また DLC のね支配種とか出てくるでしょ、戦ったことないけどね、うん、はい、ということで今日はこの辺で終了したいと思います。マーヤでした。